おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日もコミュニケーションのヒント、ボイシー、 YouTube、 ポッドキャストでお届けしてまいります。さあ皆さん、祝日ですがいかがお過ごしでしょうか。私はこの3連休ずっとアドバンストマスタークラスの対面授業をやっています。今日で3日目です。半年間かけて聞くっていうことをずっと学んでいるんですけれども、この2日間受講生のみんなはとにかく、聞くってこんなに奥が深いんですか、人の話聞くだけでこんなことまで分かっちゃうんですか、その奥深さにみんながびっくりしてます。例えて言うと、こう今まで視力が 0.1 だったとします。それはもう生まれてこの方 0.1 だから、その以外の視力を知らないんですよ。だから見えてるって聞かれたら、あ、見えてるよって、でもぼやっとしか見えないですよね、視力が 0.1 だったら。ところが今回初めてみんな視力 5.0 の世界を知っちゃったんです。こんなに見えんの、 0.1 の世界しか知らなかった。それが聞くにおいて起こってるってことです。だから自分は聞けてると思ってた、でも人の話ってこんなにいろんなこと分かっちゃうの、その人が何に恐れてて、何を信じてて、どんな風に自分のことを思ってて、他人のことを思ってて、世界を見てて、そういういろんなことが、しかもさりげない日常の話しただけなのに分かっちゃうの、すごいんですよ聞くって。本当にもうみんなにこの授業受けてほしい。もうびっくりするから、本当魔法みたいなんですよ、で昨日ね、ある方がおっしゃってました。いや正直言って僕全然聞くことに興味ありませんでしたって。で別にそんなに人の話に興味ないし、そもそも聞けてるしって。でもそれは視力 0.1 の世界しか知らなかったからなんですよね。今回初めて視力 5.0 の世界を知った。ちょっと待ってよって、聞くって何、人間の心がこんなにまで分かっちゃうの、自分のこともこんなに分かっちゃうのってなった時に、めっちゃ面白いやん聞くってってなったんですね。ちなみにその方ビジネスですごい成功されてる方なんですよ。でやっぱり運がいい人だなって思いました。何かっていうと、ちょっと皆さん想像してみてほしいんですね。自分はできてると思ってて興味もない、はい、その学び半年もやります、普通やらないですよね。でもやるんですよその人。なんでかって言ったら、自分の知らない何かがここにある気がする、はい、この気がする、ここなんですよ。心の中の多分ほんの小さな声だと思うんですね。予感とか直感って言われるものだと思います。頭で考えたらいらないんですよ。でも心の奥底でこれなんかやった方がいい気がするっていう感じですよね。こういう方ってどんどん伸びてくんです。これなんでかっていうと、頭で考えて、あ、これはやった方がいいなとか、これやらんでいいなって判断するとき、過去の経験がベースになってますよね。だからずっと未来が過去の延長線上にあるんです。その飛躍的に伸びたりしないんですよ。だって過去にこんな講座受けてこうやったな、この学びしてこうやったな、まあ、だからこれってこんな感じやろうな、それって自分にいるかな、いらんかな、これ全部今までの自分の基準を超えないんですよね。でもいや頭で考えたらいらんし、興味ないし、できてるし、でもなんかわからんけどやった方がいい気がする、はい、こういう直感とか予感に従った時ってうまくいったっていう経験って皆さんどうでしょうね、あるんじゃないかなと思うんですよね。私もいっぱいあります。でその結果、自分がこういうのが得られるだろうなって思ってたものと全然違うもの、あるいはそれを何倍にも超える学びっていうものが手に入っているマスター生、アドマス生がたくさんいます。だからみんなにこのチャンスを本当に掴んでほしいと思ってます。
もう頭で考えないでください。予感と直感に従ってください。実際マスター生ってなんか分からんけど入ってきましたっていう人結構多いんですよ。あ、運のいい人来たなって感じがします。もう一回言いますね。運がいい人は論理的に考えたらそっちおかしいやんっていうような選択を心の中の小さな声で直感とか予感、なんかわからんけどやりたい、なんかわからんけどやった方がいい気がする、やることになってる気がする、そこに迷わずためらわず委ねて飛び込める人です。それでも不安になる、わかります。昨日も授業の中でこんな方いました。今度正社員としてね、転職できること決まったって、楽しい、ワクワクする、でも同じくらい怖い、もしうまくいかなかったらどうしようって。はい、この話数日前にさせていただきましたよね。ポジティブとネガティブってセットなんですよ。ポジティブなことが起こると不安になったりするんです。でも運がいい人って前向きなんですよね、明るいんですよね。だから前向きなことが起こるんですよね。それ何かっていうと、反対側にポジティブがない、いわば絶対ポジティブみたいなものを知ってる人だと思うんです。ネガティブの反対のポジティブ、これって相対的ですよね。でも反対のネガティブが存在しない、ポジティブしかない絶対的なポジティブっていうのがあります。この感覚を知ってる人っていうのはポジティブになっても不安にならないんです。だから自分の心がポジティブで満たされてるから、だから運もいいんです、というお話を2月15日の開運講座でさせていただきます。そして2月14日バレンタインデーですね、水曜日です。水曜日までにマスタークラス第4期にお申し込みいただいた方には、開運講座の基礎編と実践編両方合わせたら5万5千円、これをプレゼントします。なぜかっていうと、このチャンスを掴んでほしいからです。マスタークラス学んだ人に本当にいろんなことが起こってます。今まで自分が諦めて生きてきたって気がついたって、あるいはこんな方もいましたね。お子さんが高校生、1年生と3年生なんですって。もちろんそれぞれの部屋もある。でも最近家族の会話が増えてきた。だからいつもみんなでリビングにいるんですって。自分の部屋で勉強したらいいんですよ。でも賑やかなのにリビングルームにいるんですよ。なんでか、みんなで一緒にいることが楽しいから。そんな家族の幸せが怒ってる人もいます。許せないと思ってた人を許せるようになった人、今までどこかバカにしていた人を大切にできるようになった人、周りの目が怖くて自分の思ってることを言えなかった人が自分に正直に話ができるようになった。言葉にしたら些細なことかもしれない、だけどそれはその人の人生をもう根底から変えちゃうぐらいパワフルな変容ですよね。私もみんなに心から笑っててほしいなって本当に願ってます。そしてもう無意識のうちにもうこんなもんやって諦めて生きてることに気がついてほしいって、本当はもっともっとあなたという花を咲かせられるのに、なんでその種持ってんのに見ないふりするのって、もし種植えて芽出えへんかったら怖いからって言って最初から植えないって、植えてみんな分からへんやん、もし植えて芽出えへんかったら今度は違うやり方でまた植えたらいいやん。でもそんなん言われても一人ではやっぱりできひんから、ほんならみんなでやろうよって。私自身が自分のことめちゃくちゃ諦めて生きてきたから、社に構えて周りを見て人生なんて面白くないって思ってたから、でもそっからめっちゃ変わってきた。みんな絶対変われるから、自分の人生を諦めないでほしいって本当に思ってます。もったいなさすぎる。みんなで幸せになりたい。マスタークラスっていうのはどんなあなたでも大丈夫な場所です。
あなたがありのままのただあなたでいるっていうことが最も大切にされる場所です。例えばテイラー・スウィフトが来日してましたよね。それである受講生さんがね、大阪から実は東京に来てたんだけど、授業の初日はテイラー・スウィフトを見に行ってたから授業には来なかったね。これって世の中一般で考えたらえって言われることかもしれない。でも私はよかったねって心から思いました。だってその人の人生でしょ。テイラー・スウィフトを見に行くか授業を受けるか、どっちでもいいんですよ。その人が心からやりたいって、心からこっちがいいって思うことをやってほしいんですよ。それが嬉しいんです。だからマスターはちょっと変な場所やって言ってた人がいましたね。社会の中やったら非難されそうなことなのに、ここやったらなんかみんなが笑って受け入れてくれたり、ああいいやんって言ってくれたりするって。価値観を押し付けません。あなたがただあなたでいていいんだっていうことを気がついてほしいんですよ。もう人にどう思われるかとか、そんな恐れで誰かの人生を生きるんじゃなくて、自分の人生を生きてほしいんですよ。その応援をしたいんです。しつこいけどもう一回最後に言います。運がいい人っていうのは、心の中の小さな声、直感とか予感って言われるものね、これを思考でかき消さずに、その声に従ってチャンスをつかみます。その流れに身を委ねます。頭で考えたらいらんやん、せんでええやん、やらん方がええやんって思うことでも、心の声に従います。運をつかめない人っていうのは、その心にはこうしたいとかこうした方がええんちゃうと思っても、でもって言って頭でそれをいっぱいいっぱい打ち消します。そして自分が考えて決めたことが正しいんだっていうふうに自分に言い聞かせます。言い聞かせてる時点でおかしいやん、言い聞かせる必要ないやん、ほんまに正しかったら。というわけで、2月15日開運講座、2月14日水曜日までマスタークラスの4期にお申し込みいただいた方に、バレンタインキャンペーンということで開運講座のプレゼントやっています。皆さんどうぞこのチャンスを掴んでください。そしてあなたらしく、あなたが本当に生きたい人生をクリエイト、作っていってほしいな、その応援をさせてもらえたら嬉しいなって思ってます。今日も聞いてくださってありがとうございました。素敵な祝日をお過ごしください。西戸明子でした。